拉立作戦は日中戦争初期における戦闘。日本軍は露光橋事件の停戦協定の締結後、北市一帯に中屯する部隊を増強してきた。一方の中国軍もこれに対して小競り合いを繰り返し、両軍は緊張状態にあった。このような状況にあり1937年7月に港湾門事件が発生し、日本軍は 総攻撃を決心する。この作戦の結果、日本軍は、大裸地方の占領に成功し、やがて本格的な戦争に突入する。1937年7月25日に、高安門事件が発生し、日中両軍は衝突した。26日夕方に、日本軍シナ中東軍は、朗望事件を理由に、中国軍、 第29軍に対して、28日12時までに、北平と英定側から撤退を求め、応じなければ攻撃するとの最後通調を発した。しかし、公安門事件に接した品中東軍司令官の、勝木中将は27日12時から総攻撃を、するさまに決死にした。この際に、中国軍へ伝えていた期限は28日12時で、 あったため攻撃開始を28日8時時に延期した。日本軍の総攻撃で北平、天津一帯の中国軍は早々に一掃され、地域は日本軍の支配下に置かれた。一方、総攻撃前の7月27日に参謀本部は第5、第6、第10師団を動員して河北に派遣する対名を出し、戦火の拡大は決定的となった。 また、シナ中東軍内部にあった、不拡大派も強硬派に押しつぶされ、一連の事件前に、中東軍司令官、田代寛一郎が病死し、後任の勝つ中将も強硬派に同調したことも、影響した。この時の拡大派の論士は、平ら地域で、シナ軍を撃破したならば、その後は直ちに以前の状態に復帰するとしていたが、 高河南域にあった中国軍35万人が北上し、上海では中国軍が日本海軍陸戦隊に対し攻撃を仕掛けるなど、事態は全面戦争の様相を帯びた7月28日に第24弾とシナチュー中東風評旅団の主力を呼び、臨時航空兵団は南縁を攻撃し、独立混成第11旅団を呼び、独立不評第1旅団は、 西園を攻撃して英帝側まで部隊を進めた。シナ中東不評旅団の一部は、長新天生方向地を、独立混成第一旅団は、大会省を攻撃した。南園は同日午後に陥落し、北平西部及び英帝側の中国軍は退却する。シナ中東軍の第一戦部隊は、同月30日に英帝側右岸に進出する。天津では、 第2師団不評第79連隊の5個小隊が守備についていたが中国軍の攻撃を受けて応戦兵力不足であったが臨時航空兵団により撃退に成功した。ン空では対岸の懐から砲撃を受けン空警備隊と野戦銃砲兵第9連隊が反撃しこれを相当した。通州では気頭保安隊の強襲を受けて 北平から一個連隊が急破され、これの総統を完了した。30日までに北平、天津地域を占領し、総攻撃は中止された。日本軍の攻撃開始後、中国軍の抵抗はそれなりであったが、やがて後退した。背景としては、中国全体として、どのように日本と戦うか、方針が定まっていなかった指摘される。 この作戦の最中に北平近くの通州において在留邦人が多数殺害された通州事件が起き、軍はこの事件を亡霊品を国民に印象付ける手段として利用した。日本側など、中国側など、ありがとうございます。